はい、どうも皆様、アーサーです。ダークソウル2やっていきますということですね。まあ、前回 DLC 第3弾クリアしたので、まあ、今回はですね、ラスボスに挑む前にまだ、まあ、倒してないボスが結構いるので、そいつら今から全部倒していきます。でそれと同時にですね、まあ、最近よく噂されているフロムソフトウェアの次回作について、まあ、これに関してもね、少し触れていこうか。まずこのフロムの新作はゲームオブスローンズの脚本家雇って作るらしい。で名前はプロジェクトルーンって呼ばれてるらしい。うん。でこれダークソウルの精神的続編ではあるが、大きな変化があるとも言われてる。メインディレクターは谷村優衣、まあダークソウル2のディレクターですね。で宮崎は共同ディレクター、まあだから2人で作ってんだろうね。主導権はまあ谷村が持ってんのかな、こういう風に言われてるってことは。で北欧神話をテーマとするダークファンタジー、いいね。ゲーム開始時にハンター、ウォリアー、ウィザードのいずれかのキャラクターを選択する。それぞれゲームプレイは大きく違う。まああれだろうね、ダークソでいう素性みたいなもんかな。ダークソウルのようなマルチプレイがあるこれ本当だったら嬉しいなこれマジだったら嬉しいな。てか本当であってほしいね、マルチプレイやりてえわ。やばい、これ死ぬ。で舞台は100年にわたる内戦が続く王国で、主人公は王に仕える騎士、まあ王道だね。使用するゲームエンジンはアンリアルエンジン、まああれですね、最近で言うとキングダムハーツ3、あと FF7 リメイクにも使われているゲームエンジンです。でオープンワールドではないかもしれない。これについてはね、なんかソース元によってね結構違うんですよね。オープンワールドとも言われてるし、オープンワールドじゃないとも言われてる。まあまあ多分ダークソウルと似た感じになるんじゃないですかね。まあダークソウルも一応シームレスにマップ続いてるからな、まあ、多分ダークソみたいになるんじゃないか精神的続編って言われてるからな。で確か赤狼がねアンリアルエンジンで作ってないんですよね、あれ。フロムの自前のエンジンじゃなかったか。でなぜかここに来てアンリアルエンジンを使う、うーん、どうなんだろうな。でまあこの噂、肝心なのは信憑性。やばい、死ぬ。待って待って待って、あぶねえ。まあ信憑性に関してなんですけど、クソ高いと思うこの信憑性はね高いと思うんですよ。まあなぜか、あのね、これ複数ね噂の出どころがあるんですよね。複数、一つじゃないんですよ。でその肝心のゲームオブスローンズの脚本家も今なんか日本でなんか日本のゲーム会社と仕事してるってことを言ってたんで、ああもうこれ全てがつながったなと。多分今頃谷村はこのプロジェクトルーンを作ってるなと。うん、だからクソ高いと思う。まあ皆さん俺の言うことは信用して大丈夫です。はい、俺結構予想当たるんですよ。うん、あの赤狼もうなんか世間だと散々ブラボ2ブラボ2言われてたけど、まあ、俺はねもうあの PV 見た瞬間ブラボ2じゃないなともう分かってました。でその予想も当たったから多分これも当たる。間違いなくフロムは作ってるプロジェクトルーン、楽しみだな。でこれなんか E3 で発表されるらしい、今年の。だからこの噂が正しいかどうかはもうすぐわかるねPV が出ればまあ
この噂は間違いなく合ってるってことだよね。出なかったらもう嘘ってことだよな。だからすぐわかります。でも本当であってほしいな。マルチプレイやりてえわ。この今俺がやってるクソ2もね、なんかどうやら対人のバランスはすごいいいってね、なんか言われてたので、まあオンライン要素あれば盛り上がるんじゃないかな。赤狼はソロだったからね、まああれはあれで楽しかったけど、やっぱ俺は侵入がしてんだ、ホスト殺してんだよ。果たしてできるのか。まあ全ては6月明らかになりますね。あとなんか馬にも乗れるらしいよ。うん、馬にも乗れて、アクションがあるオープンワールドタイトル、開発は3年前にスタート、パブリッシャーはバンダイナムコ、 E32019 におけるマイクロソフトのプレスカンファレンスで正式発表。でこの原作、この脚本家がブログで日本のビデオゲームに取り組んでますっていう発言をしたらしい、ブログで自分の。まあ間違いなくフロムだろうな。間違いなくフロムだと思うわ。これ合ってるだろう、俺が保証するよ。みんなプロジェクトルーンはフロムが作ってる。でマルチプレイもある。やったな、楽しみだわ。早く発売してくんねえかな。3年前から作ってるって言ってるか、案外早いんじゃないの。来年だとしたら PS5 とかのタイミングにもなんのかな。気になりますねこれ。ちょっとこれからのフロムの流れもう予想しちゃっていいですか。多分今年の E3 でフロムは2つ発表するものがある。1つは赤狼の DLC で、2つ目がこのプロジェクトルーンで、今年は多分赤狼の DLC を出すんだよね。今年の後半あたりかな、リリースすると思う。でこのプロジェクトルーンは、まあ、来年のまた春頃かなに発売するんじゃないかなと思います。フロムのゲームってね、大体春頃に発売されてるんで、まあこのプロジェクトルームも春頃なんじゃないかな。まあ、ただ来年はね、まあ、PS5 とか次世代 XBOX が出るとも言われてるので、わからない、もしかしたらずれるかもしれないね、ここら辺は。まあどちらにせよ今年の E3 が非常に楽しみです。アンリアルエンジンってことはグラフィックも綺麗になってんのかな。でもフロムもでかくなったよな、すごくない？赤狼の他にもう一本も作ってるってやべえな。フロム俺は嬉しいよ、こんな大きい会社になってくれて。成長したな。この白鵬の特大券プロジェクトルーンに出してもいいよ。これほんとダクソ3使いたかったけどね、出ないからさ。プロジェクトルーンに出してもいいんだぜ谷村。こいつで一応最後ですね。まあここまでプロジェクトルーンに関して、まあ、熱く語ったわけなんですけど、まあ所詮これ現状ただの噂に過ぎないので、まあ、現段階で信じるのは危険と前もって保険をかけていいですか。あ、俺はねこの噂合ってると思うけど、まあ所詮噂だからな、まあ、どうなるかはわからない。俺は信じてるけど、まあ、皆さんが信じるかどうかはあなた次第。また信じたとしても、あのね、
これね、赤色の時もいたんだよな。ブラボ2でなんかディークで言われてて、赤色は。で、実際赤色が発表されて、うわ、ブラボ2じゃねえじゃんってなんかね、勝手に失望したやつがね、いたんだよ。そういう頭のやべえやつが。実際いたんで、これね、信じてもいいけど、信じる場合は、あんま拡散しない方がいいね。噂を。拡散するとね、なんかね、いるんだよ。その噂本当だと思って、ガチで信じ込むやつが。いるから、まあ、所詮噂は、まあ噂なんでね。まあそこら辺、まあ、気をつけてください。はい。ということでね、今回、以上です。まあ6月の E3 を楽しみに待ってましょう。ご視聴ありがとうございました。